あら、もうちょっと早ければ、ちょうどいい時間にレース入ったんですけどね。あら、あれもう始まってない。いけいけ、入れ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 、割り込め、あ、割り込めん。いや、全然入れて、入れてくれない入れ、オッケー。まあこんな感じでね、まあ、人数少ない部屋は即抜けして、また新しい部屋にね入るとすぐレースできるんで、まあ、皆さん時間待つのが大嫌いっていう人はね、まあ、今みたいな感じでやってみたらいいんじゃないでしょうか。さあ、さっきまではねめっちゃ微風の中でねレースだったんですけど、ここ2、3レースはね強風レースになってきたといったことで、まあとにかく風あるときはフルスピードでねラインに向かうってことが非常に重要なので、そちらの方を実践していこうかなと思っております。はい、ペナルティを履行していく。そうだね、若干ラルに入るけど、おそらく17ノットぐらいはありそうなんで、このままスタートしていけそうですね。さあ、おそらく18秒ぐらいあれば十分なんで、1回ローテーションして、うん、下の船がちょっとね邪魔っすね。あー、誰だんわ、カメオ。くっそー、あ、このレース日本人の方多いね。キワチゴーさんとサムスネーキーさんがねいますね。まあその他で言うと、早い人で言うとね、この人とか早いですね。この ONC コリコイさんですかね。あ、2D 画面じゃ開口できないじゃあこれおそらくねペナルティ履行してる最中なんで、かぶさっていきましょう。ごめんね。さあ現在左フレと、ちょっと谷波に返してくね、みんな。さらに左振ったんで、一旦右振ると思うんだよね。ほら、ごめん、ちょっとねそれは入れさせられないですね、ごめんね。まあそこ入れるのと入れないとでは、その後のね順位、ほんまごめんでもあんなとこには入ってくるやつも悪いからね。もうハバグとりあえず総理しときましょうか。まあこんな感じでまあペナルティ与えても謝っとけばヘイトは意外とためないみたいなね、そういう説があるので、まあ、皆さんもちょっとハードに行かないといけない場面とかは、まあ、速攻ね謝ったりしたらいいんじゃないでしょうか。タックしていく、目の前で返さない、 OK。日本人がね、ワンツー行ってますね。素晴らしい。あと、自分を殺していった神尾さんも3位と。まあまあ、殺されたからにはね、上位取ってもらわんと、ちょっと困るというかね、殺され損みたいな感じになっちゃうんで、喜ばしいですね。そこの後左振るんでね、そのまま右のマーク回って、行きますか。ここで返せば多分レイラインに行けますね。GRM さんに抜かれてんな。目の前に返す。それちょっと、霜入らせていただきやす。さあ、9853が1位。よっと。しっかりと開口していく。さあ、亀尾さんが、なんと、射程圏内にいるといったことで、まあ、スタートの借りをちょっと返していこうかなと思います。まあ、わざとに当てるとかはあんましないっていうか、そういう、あんまそういうのは好きじゃないですけど、まあ、たまたま当たってしまう分にはね、まあ、しょうがないといったところもあるんでね。はい、
突き上げてもいいんだけどね。ちょっと殺せなかった、スピードが足んなかったっすね。じゃあ次のレギュラーのことを考えましょうか。これ JRM さんがね、多分神尾さんが突っ込んでくれるんで、はい、アザース、まあ、自分の手はね汚さずに他人にやらせるっていうのがね、まあ、この社会で生き残っていく方法なので、今のは素晴らしかった。さあ左振ったんでね、次右振れるんで左のマーク回っていきますか。よっと、うん、おそらくね、バウンダリーぐらいで右振れ入ってくるんちゃうかなと思います。バウンダリーのね右行くってなってくると、逆のマーク回ってね即タックした方が伸びはいいんですけど、まあここら辺で返していくってなったらね、あんまり行く必要はないかなと思いますね。日本人がワンツースリー、自分が抜かれなければワンツースリーと、でフィニッシュ と、ということになりますね。まあスタートでちょっと失敗しちゃったな。さあ、あとは振れは1回なので、このままの順位変動なく終わりそうですね。うん、抜かれなさそう。3をせなきゃ、そこで返したら2タック必要じゃないか、それ。タックをとにかく減らすってのがね、順位抜かされないコツなので。さあもう1タックでどこまで縮められるかですね。まあちょっと無理かな、抜かせなさそうですね。さあ3位ということで、いや、あんま惜しくないな、自分は。さあ気を取り直して2レース目いきましょうか。ああ、ちょうど始まっちゃった。ちょっと入るだけ入って持ってきましょうか。さあ2レース目もね風弱そうっすね。まあないね、全然人が集まんねえ。まあ日本の昼なんで、海外だと朝か、まだ6時にもなってるかなってないかぐらいかな。なかなか人が集まらないですね。
あと3人。お、あと2人。おそらく今の時間帯多分3つぐらい部屋ができてるんですよね。30人ぐらいが多分オンラインになってるんですけど、まあ1つ部屋が見えてなかったけど、その部屋が多分終わってきたらすぐ始まりそうですけど、早く始まらんかな。この待ってる時間が一番ね、暇というか無駄な時間なんでね。まあ、F に関してはやることはあるんですけど、このねバウンダリの上側行ってスタート時のね風のフレーみたいな感じを見てくるっていうことがあるんですけど、あんまりやってもやんなくてもね意味がないというか風があるときは本当に重要なんですけど、そのスタート時が上ブレなのか下ブレなのかってことで、スタートのね上から出すか下から出すかっていうのが戦略変わってくるんですけど、軽風になってくるのでとにかく縦の前で前に張ってブランケットかぶせてねスタートしていくってことだけが重要になってくるので、スタートポジションはあんま重要じゃなくなってしまうんですよね。15ノットぐらいですからね、前張りしてった方がいいんじゃないかなっていう風ですね、これは。で、左踏めたんでね、上側からマウンティング取ってスタートフルスピードになれたら勝てるんじゃないですかね。フルスピードになれなかったらね、あのコース依存になってくると思うんですけど、順位が。さあ、残り30秒といったところで、まあ、レグの真ん中ぐらいで15秒、スタートエリアの、ね、半分ぐらいで15秒程度でいけてれば十分間に合うので、さあちょっとね、早いですよ、皆さん動きが早いので、ちょっとストップかけていきますか。はい、ちょっと交通止まってください。こいつ止めることで神尾さんですね、あの色で分かりましたね、はい。さあちょっとねストップかけたんですけど止まってくれなかったですね。うまい側にかわされちゃったというか、神側もね牽制しないといけなかったんで、まだ致し方ない部分はあったんですけども、さあコース勝負になってきますね。先行艇のブランケットかぶあの避けるためにね、ちょっと神側のレーンでジャイブしてあげた方がその後の展開は楽です。さあここ若干ね左振っとるんで、次右ブレっすね。よっと、当たらないようにしっかりと回復していく。若干ロスしたけど、まあ問題なし。さああっちがねブローなんで、スピードロスめっちゃ大きいんですけど、さあこれタックしていきますか。もうハローですね、ハローしときましょうか。スピードロスが、スピードゲインめっちゃ大きかったですね。左だったな、まあしょうがない。あれ、めっちゃカクついてる、大丈夫か。ちょっとフレームレートがね飛び飛びっすね、大丈夫かな。めちゃくちゃ重い、大丈夫か。さあ9853に抜かれてしまった。9853じゃない、ジャビエロさんですね。色でちょっと判断しちゃいました今。そこ前で返せるか、ジャビエロの返せそうだ、返せそう。おら、いやー無理、ちょっと足らなかった、ポテンシャル。あと20m あればね、もうちょっといけたんですけど、ちょっとね、あれ以上攻めるのは、まあ、ディスク無謀かなと思ったので、下受けしました。しょっぱい順位しか取ってねえな。お、フレームが落ち着いてきたね。
風邪弱え、10ノット。退屈なんだよな、これくらい弱いと。スタートは別に系譜全然ありがたいんですけどね。レグの途中とか本当にやめてほしい。無駄に時間長くなっちゃうから。さあ次のフレ見ときましょうか。左フレがなんか来そうですね。あっち側の方が風強そうですね。まあ、今から向かってもあんまりな感じだと思うので、このまま行きますけど。あ、またなんか飛び出した。重い重い重い、めちゃくちゃ重いっすよ。大丈夫か。どんな環境でやっとんねんとか思われるかもしれん。重すぎ。さあこれ返しておきますか。多分若干ジフト入ってくると思うんで。でその後ね、左フレが支配的にならずにもう一回フレ戻るんで、そのために今タックしました。さあ2位浮上ですね。これでオッケーオッケー。おカメオが1位やりますね。うん、スタートでね出されちゃったんでね、バグ。くそー。タック、お、カメオさんにだいぶ近づけましたね。無理だ。もうちょっとポテンシャル差が近ければ下に行けたかもしれない。まあでもこれくらい下がればワンミスで巻き返せるので、巻き返せるので十分でしょう。まあ基本ワンチャンをかける人はね、相手と逆の方行った方がいいですね。まあこの場合相手が即じゃいしたので、自分は飲んじゃいという形でね。さあこれ紙出しましょう。はい、ワンチャンあるんちゃうか、これどう、ワンチャンある、ワンチャンある、ジャイブサでどう、愛しねー、ごめん。ソーリー、ペナルティー与える必要はなかったっすね。3位まで落ちちゃうかもしんないんで、ごめんね。まあまあでも、まあ、さっきかその前のレースのスタートのね、借りだと思えば、借りを返したと思えばね、ええかな。めっちゃ重いんだよな、大丈夫かな。スマホが熱いな。さあ次4レース目か、5レース目、3レース目、4レース目、そんくらいですね。さあスタートしていきます。残り1分ですね。スタート時の風はね、15ノット程度かな、おそらく。なんで後ろから出しても十分いけるかもしれない。まあ、上側の一番上のレーン取ってスタートしていきますか。
はい、ペナルティ与えていく。まあ、暇なんでね、ペナルティ与えていきましょう。暇だからペナルティ与えられる人はたまったもんじゃないですね。これ18秒ぐらいかな。さあ、この人をちょっと通行。ああ、まあそれ負けんのかい。まあちょっと怪しいなとは思った。ちょっとラフしとけばよかったですね。シグノさんですね。おっと、なんか勝手に死んでる。あ、ちょ、今ラフのボタンが効かなかっただけなんですけどね。めちゃくちゃ重い。ここで重いのはちょっと致命的では。あ、戻ってきた。あ、フィリポンいますね、いますね。左振れ。若干右振るんでこっち行ってもいいですね。フィリッポもこっちを選択。ワンチャンこれカドッチョ抜けれるかな。フィリッポ抜けれたら俺も抜けれる。どうだ。あ、若干右振れきた、右振れきた。やばい、いけるか、いけるか。あ、これいけるな、大丈夫だ。さあ、これでね、レイラインまで出していきましょうか。ワンチャン2いけますね。どうだ。あ、お前返さない。シグノさん、さっきしばかれた人、しばいてきた人か。しばいた、しばいてきたってか、勝手にしばかれた人。しばかれただけかな。はい、ここに返していく。さあ、右と左振れがね、ちょっと戦ってるのはどうだ。あ、左振れが勝ちそうですね。渋い。まあ、タック数はちょっと抑えれたけど、スピードゲインされてるかな。右振れ来ないのでもうワンタック必要だな。振れ方次第だとね、ワンチャン1位まであったんですけど、まあさすがにそれはないか。さあ、シグノさんの目の前で返していく。あ、でもこれ怪しいな。あ、ペナルティ受ける。あ、受けない、受けない。 OK、 危ない。まあ、際どいところは通ってきましたね。まあ、ペナルティ覚悟で今行きましたけども、まあ、今のペナルティ受けなかったのはものすごく良くて、まあ、2位の座をね、奪われなかった、まあ、奪われずに済んだといったことですね。これ目の前に返してくるかな。さあ、返してきたら返す。ほい、あっちの方がブローあるもんね、しょうがねえよな。さあ、こいつフィリッポのね、ブランケットあるんで若干減速してるんで、神側でね、登してきた時用のために対策しときますか。あ、シグノがあっちに寄る。そうなってくるは渋いよな。さあ、若干左振れ、右行っていいな。デンジャーゾーンがおるからね、嫌だな。あ、即ダックしてくれた、ありがとう、ありがてえ。さあ、これで2位の座は硬いかな。しめしめ。さあ、右振れちょっと遅いよ、右振れちょっと遅いよ、右振れちょっと遅いって。まあ、これ2タックするほどではないな。ああ、2タックして右ゲインするほどのではないので、このまままっすぐ行きましょうか。した方が良かったかもしれないね。どうだろう、もう一回左振ると思うんだけどな、振んないかな。
さあ2位の方にフィニッシュできそうですね。まあちょっとひどいスタートだった割には巻き返してきたんじゃないでしょうか。あ、マジ？出た？それ出ちゃった？まああんま関係ないかな。あ、今のペナルティ致命的？もしかして。ならない、致命的にはならない。さあ一応タックロスのケアするためにゾーン外タックしておきましょうか。ウィー、よっと。さあスタート失敗した割にはまあその後のコースで巻き返すことができて2位まで浮上することができました。お、オッケー、レベルだ。まあ、さっきね俺が1位の時にフィリッポに対してウェルダンを送ったのに返してくれなかったっていうのがあるからね、まあ、ちょっと気が悪かったのかもしれないですね、さっき。まあ1位取られたらねちょっと誰でも気が悪くなっちゃうんでね。さあ続いてのレースいきますか。あ、人が少ない。誰がやってんだろうな今。グリナイン、985、フィリッポ。グリナイン見ないけどな。ずっとオンラインでどっか行っちゃったんですかね。あ、おったわ。見ないと思ったらレースしてましたね。見えてなかっただけかな。なんかスマホ版、アンドロイドだけかもしれないけど、今やってるレースとか、待機中のルームとか、たまに見えないのが出てくるんですよね。パソコン版だと全部見えちゃうんで、まあ、そこはちょっと不便だな、なんでだろうなとか思っちゃうんだけど。さあ現在6人。まあ、ちょっとフィリッポとかね、ちょっと地味に速い人がね、まあ、フィリッポは地味じゃなくて普通に速い人なんですけど、まあ、地味に速い人が多いんでなかなかスコアを伸ばしづらい時間帯ではありますね現在は。まあそれを差し引いてもね、ちょっと今回のレガッタちょっと自分のスタート技術が本当にひどい、まあ、ちょっとやってなかった時間が長かったんで、まあ、しょうがない部分も多いんですけど、スタートがねひどいレースが多いので課題ですね。スタート技術は高めていく。まあ、F のスタートが一番難しいと言っても過言ではないのかな。まあ、49ers も難しいけどな、あっちはペナルティスタートがあるからね、まあ、その分 F の方が難しいのかな。 F はね本当に要素が多いんですよね。スタートのフルスピードがまず一番強くてっていう、でそのフルスピードになるためのポジショニングも大事で、逆にフルスピードじゃなくても勝てる盤面っていうのもあってっていう、もう本当に難しいんでね、苦手なんですけど、あと一番いかんのがね、海外勢とちょっとねスタートタイミングずれちゃうんですよね。なんか反応速度なんかな、通信速度なんかな、絶対リコールしただろうみたいな、そういったスタートでも海外勢はね全然クリアしてくるんで、逆に自分はもう絶対、あ、これリゴールしたわみたいな感じでクリアで出せるってことがあんま少ないんですよね。ほんとジャストだと思っても 0.4 秒とかね、 0.2 秒とか、そこら辺が難しいんだよね F は。まあ、なんかスタートで勝っていくってのがね難しいんですけど、さあめっちゃ軽風だよ、大丈夫か。まずいね。
系風すぎる、人が少ない、20区。スタートが下手すぎる、30区ですね。重いな、さっきから。Wi-Fi が弱いんかな、どうな、今日曜だからね。みんな使ってんのかな。それもあるでしょうね。まあ、外出ないとみんな。せっかくの日曜日なのにな。さあ残り2人遅いよ、人が少ないよ。頼むぜ、早く来い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 。遅いよ。遅えな。まあちょっと時間暇なんでね、最近見た映画の話でもしますか。まあ昨日ね、まあ、キャラクターという映画を見たんですけども、そちらの方について話していきますね。まあまあネタバレとかはしないでおこうかなと思うんですけど、まあ、キャラクターという映画はですね、邦画で2020年から21年に、まあ、上映された、まあ、サスペンス、若干ホラー要素もあるのかな、まあ、サスペンスかな、ドキュメンタリーではないかな、映画なんですけど、まあ、主演が菅田将暉といった形 で、その妻役がね、高畑充希だったかな、ミレーだったかな、が、まあ、ヒロインの役なんですけど、まあ、どういったストーリーかっていうとね、まあ、主人公はね、まあ、ものすごく売れない漫画家というか、アシスタントで、絵はめちゃくちゃ綺麗だけど、まあ、自分の中にね、めちゃくちゃいい人すぎて自分の中に悪役の人格がなくて、まあ、悪役をうまく描けなくて、それが原因でね、漫画は売れないみたいな、そういった形の役なんですけど、まあ、その主人公がね、まあ、ある日、まあ、そのアシスタントについてる先生からね、まあ、まあ幸せそうな家をスケッチしてきてくれみたいな、まあ、そういったことを頼まれますと、そのスケッチしに行ったね、家でね、まあ、なんと殺人事件が起きてしまうんですね。まあ、それをきっかけに、まあ、その殺人現場を見たことによって、まあ、それを題材にね、漫画を描いたことによってめちゃくちゃヒットしてしまって、まあ、そこから物語は動いていくんですけどね、まあ、非常に面白かったんでね、まあ、ぜひ Amazon プライムでね、今はね無料なんで、時間ある方はね見たらいいんじゃないですか。残り7秒、この人は勝ったけど、ちょっと疑惑の判定ですね。おっと、グリナイン先生がいますね。くー、いいスタートしてくる。TP52 さんは多分俺がペナルティ与えた人ですね。まあでも、今のはちょっと相手が悪いというか、おそらく16条じゃないかな、あのペナルティの仕方は。ちょっと負けたかなと思ったんですけど、勝っちゃったんで。さあ今左振ってるということはね、次右振れるんで、その後2タックですかね。サゴメタックしていきますか。
そこはあと左振り入ってくるんでね、そこでもう一回右行ったり、あ、ソクさんがいますね、日本人の方で。こんにちは、ハロー行っときますか。ハバグッドリース。さあ、タックしていきましょう。なんか TP 切れてますね。でもあれ俺悪くないと思うんだけどな。次右振りですね。これ負ける。なんかこういうね、レイラインで大きなフレ入るときの駆け引き苦手だな。ちょっと返すタイミングでめちゃくちゃ遅くて、こう1位の座をね奪われてしまうっていうパターンが多いですね。反省だわ、ちょっと下手くそだったな今のは。せっかくねグリーンラインに勝って1位みたいな感じだったのにな。まあ、こういうところで勝ちきれないとな、スコアが伸びていかないんですよね、本当に困ったことに。さあ、ゴッツ右振れ。めっちゃ右振ってんな。次左振れるかよ。さすがに左の方のマークの方が高いんで。あ、次左振る、左振ってるとか右振るな。グリナイン先生がねまっすぐ行ったんで、まあ、自分はまっすぐ行きたかったんだけど行けないんで即ダックしていきました。悔しい。さあ、ダックしていきますか。2位ですね。まあしょうがない。あのさっきのね1紙のプレミがもっと早く返せるんだよな、ああいう場面。くっ、ど下手くそだからな俺は。ここら辺で返してももういけるんだよな。さあ、1位のチャンスはありつつも2位フィニッシュという形で非常に悔しいレースとなってきましたね。あ、ちょっと自分の下手くそ具合を見せつけちゃいましたね。難しいよなああいう場面。まあ、全然難しいことないんだけどね、もし足んなかったらどうしようみたいな不安が勝っちゃってね。まあ杞憂なんですけども、それも。FC さんもやってますね。全然スコアが伸びてない。さっ、昨日ぐらいはめっちゃ良かったんだけどね。ちょっと1位取れない率が高くなってきましたね。1位取れたはずなのに取れなかったみたいなレースあったような気がしたけど、
さあ残り2名ですね。はい、マッチングしてきました。さあ左フレ優勢なんで上側から出していくスタートが強いですね。風がとても弱いのでね。15秒。8。なんか止まってたね。止まんなければいいスタートだったのに、あの人。さあ1位の方でスタートを切っていく。久しぶりにスタートでヒッチマーク1位で開口だな。よっと、さあ左振ってるんでね、次は若干右振りかな。右振れ来なかったな、プレミったかも。しかしラスタゼビさんも返してくれるのでありがてえ。おお、おいおいおい、今若干ビアしたな。血気盛んだな。さあ1位の方でなんとか張ってますね。ソフさんがいますね。さあブローで下していく。まあ、マークタッチとかしなければ1位ですかね。ベルドーン。まあこの段階でのベルダンの意味合いとしては、まあ、自分が2位だった場合、相手にねもう降参ですっていう意思を伝えることによって、まあ、次の2回目とかでタイトカバーしてくんないよみたいな意味合いが多いですね。あ、このラスタゼビさんがどういった意図でウェルダンを送ってきたのか分かんないですけど、自分が送ってるパターンとしてはそういうパターンが多いですね。まあ、それでもう1位は諦めてんのかと言われたら、まあそうではなくて、まあ油断を誘うみたいな、そんな感じですね。まあ戦略の一つですかね。結構コミュニケーションって大事で相手の心情に影響を与えていくっていうのも、まあ、一つの戦略の一つなのかなと。
まあ、ペナルティ与えてしまった時は総理って言ってヘイトを貯めないように、逆に逆転を狙いたい時はもうウェルダンを送って、まあ相手の油断を誘ってね、ルーズカバーを、いやまあ逆にはカバーさせしないでおこっかみたいな思わせといて、逆に行ってねビッグゲインかまして1位をまくるみたいな、まあそういったパターンも多いんで、まあスタンプって結構重要ですよね。まあ怒りスタンプ連打とかね、あんまりそのクラブレースとかでやっちゃうとあんまりよろしくないというか、嫌われてしまうような行為の一つでもあるんですけども、あ FC さんお疲れ様です。さっき FC さんやってましたね、うん、マッチングせずに終わっちゃいましたけど、まだやってんのかな。境っこをして暮らしていく。あ、ソフさんペナルティ買ってる。タック狩りされたんかな、もしかして。タック狩りっていうか13条で負けちゃったかな。あんま見てなかったんで何とも言えないですけど。さあウェルダー、さあ久しぶりの1位ですね、まあ、さっきも1位取れたんだけどね、ちょっと負けちゃったんで、負けたプレミで負けちゃったんでね、まあ、またこっから12位ですかな、頑張るか。お、7人あー今回も風弱そうだな。今回は日本の方のスコアメイクを邪魔したくないって形ですね。なるほど。まあ今回のですね、シーズンファイナルでね、あの40位入るか入らんかっていう人が確か3人ぐらいいたんかな。龍蔵さん、フライングボスさんとあと誰か1人いたような気がするんで、そういった方たちとマッチングした時にね、スコアの邪魔しないようにみたいな感じの配慮で、あんま入んないんですかね。さあ残り1分、風は15ノット程度、15ノット以上ある。スタート時どんくらい降り、後ろから出しても多分勝てそうなぐらいの風はありますね。まあ、前にどれくらい船がいるのかにもよるんですけど、さあ前張りしてる船がね2艇ぐらいいますね。まあ、自分としてはあんまよろしくない状況。さあワンターンして出発していきますか。さあ後ろから入ってくる。残り何秒、14秒。さあ後ろの手牽制しつつ残り10秒、9、うん、OK、うまく出していくことにできた。フィリッポが紙から出してくる。どうなんだろう、ブローだったら OK、 自分の、ね、角度差で勝利してますね。 OKOK、 さあこれ即タックでいいかな。あーちょっと重い、大丈夫か。うん、なかなかいいスタートだったんじゃないでしょうか。まあ、経由はとにかくね、自分のスピードも大事なんだけど、縦との関係もねものすごく大事になってくるんでね、そこら辺に気をつけつつスタートしていけばね、皆さんもいいスタートしてくるんじゃないかな。そこ即タックでいいかな。右振ってたんで多分若干左振るんだよね。そこで多分もう一回右、右に出していけばいいかなと思うんですけど、振るかな、振らないかな、振るかな、振らないかな、振るかな、振らないかな、どうだろう。これ振ら、左振らなかったらちょっとね、ただただタックロスが大きくて負けちゃうんだけど、OK、若干左振ってますね。なんでガッツリ右振り入るまでこのまま右出せばいいと思います。ソフさんがね左突っ張ってんだけど、どうだろうね、あれ間に合うかな。よっと、若干フィリップにかぶっちゃったな。
申し訳ねえ。チームレースだと思われないかな。まあ、そんなね、タイトカバーしてるってことでもないんでね、これで文句言われたら被害妄想だよって言えばいいか。さあ、ソフトさんはここにいるということで、タックロス、左フレ込みでもタックロスは多分まくれると思うんで、このまま1位はキープできそうですね。うん、さあソフトさんが2位と、OKOK、ジャパンワンツーか。これどっちもあるかな、まあ、こっちでいっか。速タック、まあ、F のダウンはね、右左分かれた時では明暗が分かりやすい、特に KF は明暗分かりやすいのでね、あんまり冒険しないように同じ方を走っていくっていうのが大事ですね。うん、フィリップはかなりスピードゲインしてるような気がするな。まずいか、まあ、そんな恐れなくていいか。まだ 100m ぐらい差はあるのかな。まあ、言うても 100m なんで、 100m なんてね、ワンミスで簡単にひっくり返るんでね、気をつけていかんといけませんね。さあこのまま左フレー来るまで待機かな、もしくはフィリップとソフトさんが両方右回面向かい始めたら右に向かうって感じでいいかな。さあフィリップは返した、これソフトさんどうだろう。ああフィリップがペナルティー、うん、でソフトさんも返してくれると OK、まあ、こんな感じで、まあ、自分と向かれ、あの自分が抜かれそうな相手前提ルーズカバーしていくみたいな感じだね。手の置き方をしていくとなかなか抜かれないですね。さあ次右フレ来るんで残り返していこうかな。ここら辺かな、ここら辺で足りるかな、足りないかな、足りそうだ、まあ、これでもちょっとね 2,3 個 2,3 レーン2レーンぐらい空いてるけど、まあ、今回は左フレ来たからいいかな。これ連開けすぎるとね負けちゃうんでね。さあしっかりと伸ばして、 OK、 ウェイジャパンワンツー。今日の目標点どんくらいですか、どんくらい、あんま目標は決めてないですけど、どうなんだろうな。まあ、昨日ちょっとね、スコア最後伸び悩んで、90点狙えるところからちょっと伸び悩んで、83点みたいな感じになってたんで、90点は行きたいなってのはあるんですけど、まあ、実際問題ちょっとね、どうだろう。85点は越したいかなって感じですね。まあ、ファイナル狙うなら90点いかんといけないんですけど、どうなんだろうな。もうなんか F でスコアメイクできる時間って初日の深夜みたいなイメージが強すぎて、こっからまくろうと思ったら相当頑張らないといけないかなっていうのは感じてるんでね。スコア今見ていくとね、90点超えが4人という形で、おそらくあと2人ぐらい90点入ってきて、まあ、2人、その残り2人が80点後半でランクインしてくると考えると、89点ぐらい取っておけば今回 あのセミファイナル進出できるかなって感じですね。で89点ってなると多分1位以外3回ぐらいしか取っちゃいけないみたいな、4回かな、2位だったら4回ぐらいかな。まあ、そうなると今5レースやってて、12345今何レース、7レースで3回、まあ、残り6レースで1位5回取れば89点超えるんか
まあ、そう考えると意外といきそうだな。まあ、90点目指していきますか、時間が許す限り。まあ、今日はちょっとあれだな、バルクエットカップやんのかな。バルクエットカップもあの配信していこうかなと思うんで、それの準備、まあ、バルゲートカップまでずっとぶっ通しでやるってのもありなんだけど、まあ、バルゲートカップのテスト配信もしないといけないんでね、まあ、1回5時ぐらいに1回休憩して、もう1回6時ぐらいからもう1回やりますか。なんで残り6時間ぐらいか、6時間で90点目指していきますか。まあ、そんな配信すんのかなまあ時間の許す限りやっていくか。今日バルゲートカップやって、明日もね、あのおじさん対若者っていう日本のね、日本代表ナショナルチームの強化試合みたいなのあるんで、まあ、それもちょっと配信したいなと考えてるんで、まあ、ここ今日明日は配信を待つ日ですね。まあ、配信しながらも意外とね戦えるんで、まあ、それは良かったかな。 Twitch だからかな、 YouTube になるとちょっと重くなるかもしれない。サスコア見てたらね、ちょっと一部屋分飛ばしちゃったんですけど、まあ、そうだ、 FC さんはもうあれですね、さっき8位以内入ってたんですけど、さあの前の大会で優勝してたんでね、出るんですかね今回のファイナセミファイナルもそうなってくると10位、あのグリナインもおそらく出ないんで、10位ぐらいまでがね突破圏内になってくるんですけど、まあ、セミファイナルでレベル高く楽しいですからね、時間もサクサクで進んでいくし、さあ残り1人という形で、まあ、今回このエフフがね、あ出れないシステムだと、あ出れないんかな。出れないのかもしれないですね、もしかしたら。まあ、出れないとしたら、まあ、10人ぐらいが、まあ、県内になってくるのが来ますね。まあれですね、フリートの方のね、青レースのシーズンファイナルはもうクオリファイしてても出れるんですけど、プレイオフは出れないみたいなね、セミファイナル進出決まってる人は、そういったルールあるんですけど、セール GP もあるんですかね、もしかしたら。さあ、風は十分にあるので、これ後ろからね、張ってった方、やつが勝てるレース展開ですね。さあ若干嫌がらせしてきますかと思ったらできなかったちょっと17秒ここら辺ちょっと遅れたか、ちょっと登りすぎた。あーお前やばいやばいやばい、あーちょっと判断遅れたな。紙に逃げるか下に逃げるかちょっと迷ってね、ちょっと判断遅れちゃってペナルティ履行しちゃいましたね。まあしょうがない。カツオ徳島さん、ソクスさんがいますね。あ、ちょっと飛び出した。大丈夫か？フレームが飛び出したぞ。よっと。さあ、しっかりとペナルティ履行しないように開口していく。まあ、ヒッチマークでね、ペナルティ受けるのと受けないとでは、かなり、順位のね、期待値が変わってくるんで、まあ、リコールしてもね、ヒッチマークでペナルティ受けなければ、まだまだ挽回のチャンスあるんですけど、おっと、3位の方が若干、あー、飛んじゃった。思わぬ形で日本、ワン、ツー、スリー。さあ、これ、右のバカフレ来るんでね、右行きますか。まあ、これ、青レースじゃなかったらね、タックナー連打してね、日本、みんな左、右行こうぜと思ったら、徳島さんが、カツオ徳島さんがしっかりとカバーしてくる、素晴らしいですね。カツオ徳島さん、さっきもね、早い人、誰だったかな、誰相手にかに1位取ってたんでね、自分は結構叩いてたような気もするんですけど、3位ぐらいだったかな。早いですよね。カツオ徳島さん、あれかな、今回結構、頑張れば、90
点オーバーすればワンチャン40位以内入れるぐらいの得点だったかな。あ、めっちゃ重い。大丈夫か。さあ、ソフトさんがタックロスで、おっとおっと、カツオタクルマさん20条で勝っていく。さあそこで玉の利でさらにユツキがかぶさっていく。申し訳ねえ。さあこの4位降格はちょっとかわいそうなんでね、ちょっとこの人勝っていうかプレッシャーかけてきて、18じゃそれ負けんの。なんで。いや、ちょっといろんなことが起こりすぎたな今は。ふう、あんま無駄なことしなきゃよかったな。さあいろいろあったけど順位は変わらず、カツオ徳島さん1位、ソフさん2位、ユツキが3位。あ、カツオ徳島さんとソフさんの順位がちょっと変動したのかな。場の20条かれるかかれないかっていうのは非常に重要ですよね。まずはこれポートレイラインまでフレが継続すると見越してここまで出していきました。おっと左フレ入ってきた。これはまずいぞ。これはまずかっちゃうんですね。読みが外れましたね。読みが外れたけどあんまり見てなかっただけですけど。ふう、勝尾徳島さん早いな。やりますね。ソフさんも早い。こうなんていうかな、めちゃくちゃ早い人がいる部屋も勝ちにくいんですけど、このね、なんていうかな、中堅層からその上位層にかけての、まあ、地味にうまいというか普通に早い人が多い部屋もね勝ちにくいというか、まあ、そういう人がいるとねスタートが本当にレベル高くなるんですよね。うまい人一人だけだったらスタートのレベルってそんな上がんないんですよ。めちゃくちゃいいスタートする手が2手いるっていうだけになって、まあ、そいつにマッチレースで勝てるかどうかっていうだけになってくるんですけど、こう上手い人がね複数人入ってきたりすると、まあ、途端にスタートのレベルは上がるしコースのレベルは上がるしみたいな、打開も難しくなってくるんでね、まあ勝ちにくいですよね。さあカツオ徳島さんが1位、エソフさんが2位といったことで、謎ペナ18じゃなければね勝てたんですけど、2位だったんですけどね、まあしょうがねえ、まあ、2位とかいらねえしみたいな。もう100点で乗ってくか100点。もう38レースもやってんのか。いや昨日ね最後の4レースぐらい本当に2位2位3位2位みたいな、そんなスコアがあったんです。そこでね1位があと2回ぐらい取ってればね90点でいってたんですけど、それがちょっともったいなかったな。逆スナイプすればよかった。ちょっとねうぬぼれてましたね、まあ、意外と逆スナイプしなくても勝てるんじゃねえかって感じで行ったら見事にフィリッポラモンとかボコボコにされてね83点に落ち着いてましたね。85点くらいか。さあ残り行けたら3人ですね。もう入っときますか。多分すぐ来るでしょう。ちょっとトイレ行こうかなと思ったけど、ちょっと7人だからちょっとシビアだな。ちょっと我慢するか。まあ、ちょっとなんか汚い話になるかもしれないですけど、なんかその尿意を我慢してる時ってなんか集中力が上がるというか、スタートが決まるっていうか、レーススコ、レース順位が良くなるみたいなね、
迷信が自分の中にあるんですけどね。みんなどうなんだろうな。交感神経と副交感神経の関係なのかもしれないですけどね。ちょっとどうだったかな。我慢してる時どっちが優勢になるんだっけな。ちょっと覚えてないな。うん。さあ今回も風が弱いと。右振れだな。あ、FC さんめっちゃめちゃわかりますっていう。なんか我慢してるとなんかやっぱ早くなるよな。でなんかそれ通り行っちゃうとなんかゾーンが切れるみたいな感じになってスコアが急に崩れるみたいな。なんか同じ体勢でずっとやってるとやっててなんかスコアがいいとその体勢崩せなくてめっちゃ腕が痛くなるみたいな、腰が痛くなるみたいな、そういうことも結構あるんですけどね。結構自分体勢としては座ってやるかうつ伏せでやるか仰向けでやるかっていうのが多いん でうつ伏せでやるとね、あの肘がめちゃくちゃ痛くなるんですよね。で仰向けでやるとね、腕が痛くなる。そんな感じでやってますけど。さあこれね、系風の右振れですね。系風の右振れが一番難しくてですね、上側からあのブランケットでマウント取りつつスタートしていくっていう方法と、もう下からぶっ放していくスタートっていうのが2通りありますね。これどっちが強いっていう関係、強いっていう単純な話じゃなくて関係の体のね、位置関係の問題になってくるんで、こんな感じでね、下ばっかの時は上から出していった方がね、この一番今一番下の船がね勝ちやすいんかな。現在はみんなどうしてきたりするとね、一番下の船がね有利になっちゃうんで。さあ残り12秒。おお、わあ、それわあわあ、絶対スタンドで勝っただろう、てめえ、この野郎は。KGR さんがいる。カツオさんもいる。カツオさんがいいね。カツオさんいいぞ。カツオさんが90点のスコアメイクしてんのか、今。うん。まあ、今のはね、自分の自業自得ですね。避けようと思えば避けれた。日本人の方が多いのは4人。さあこの方々がブランケットで減速している間に自分は悠々と加速していく。重い、めちゃくちゃ重い。大丈夫か、お前。なんでお前18で取られてんの。くそ。カットレースですね。カットレースだ、カットレース。重い、重い。めちゃくちゃ重い。カクカクしてる。おーい。いや、俺をぶち殺してんだから。俺をぶち殺してんだから、せめて1位取れよ。今のスタート、ちょっと上手かったっすね。みんな場を揃ってたもんな。やれ、ペナルティ食らってなくても多分1位は無理だったスタートだと思うんで。カツワさん2連チャンスか、すごいな。ワンチャン2位まで上がってこれたか、もしかしてだけど。KGR さん多分あれ入れないと思うんで、もう2タック、1タックないし、1タック。まあでも、ゾーン取られるか、さすがに。さすがにゾーン取られそうだな、この、これくらい手、下がるとね。さあ、自分が入れるかどうか怪しくなってきましたね。当たれ、マークに当たれ。もう最低の願いをね、していく。
まあ、さすがに当たらない。さあ、あんまりね、あの願ったりすると当たんないんでね、まあ、クールにふーんみたいな感じ見ておくと勝手に当たっていくみたいなことがあるんでね。さあ、ブローブを追いかけてこっちに出していく。そこで返さないで、あー、ありがてえ。ちょっと霊園残してくれるとありがたいですね。めっちゃ風触れてたな。今どういう風触れたかな。右触れたんで一旦左触れる、その後右触れるって感じかな。カツオさんが1位か、やるな。もう日本ワンツースリーフォーかと思ったら、ソフさんが若干落ちてるのかな。みんな早いな。いや、F はね、ほんと苦手なんでね、まあ、しょうがない。勝てなくてもしょうがないですよね。うん。ふぅ。お、これワンチャン、ソフさんが勝っ、うん、無理か。さすがに勝てないか。お、こっからバカみたいに振ればワンチャン2位まであるんじゃないか。どう？ないか。振れ戻ってんな。ないですね。お、ワン、ツー、スリー、フォー。いいな、日本人が。いいね。ちょっとこれ、認証プレイヤーがね、ノット認証プレイに挟まれてるんで、これオセロ形式で認証プレイ、認証のバッジ外されるみたいなね、そんな感じになるかもしんないな。お、KGR さんが落ちている。これ、入れるか、どうだ。入れるな。入れるだろ。ケイジャーさん、VMG つけてないからな。滑り込めない。あー、もうあ、これ、即座に重なられる。あー、あー。大丈夫。よかった。ウェルダーン。あ、さすが勝てるよな。オッケーオッケー。お、ソーリー出たよ。ごめんね、1位取っちゃってっていう。3時か。あ、なんか増えてきたな、やってる人が。まあ、自分のね、フレンドリストは日本人の方もね、もちろん日本人だから追加してるって方もおるんですけど、まあ、大体はその自分より勝った、自分に勝ったことがある人リストみたいなですね。なんでこのリストが多いときは勝てる確率がちょっと低くなってるかもしれないみたいなね。まあ、そういった目的で自分は友達リスト作ってますね。ビンゴブックビンゴブックではないな。危険人物かな。さあ、充電しながらやっていくんで、ちょっと重くなっていくかもしれない。今日バルゲートカップやんのかな。個戦が今日まであって、多分それのレポートがあるから、何時からやるんだろうな。超久しぶりにバルゲートカップの配信しようかなと思ってるんですけど、まあ、その明日のためでもあるんですけど、あの明日、さっきも言ったように、あの若者対おっさんっていうね、チームレースがあるんですけど、そちらの方のね、配信環境をちょっと見つめ直そうかなと。久しぶりの配信なので、音声とか大丈夫かなっていうのをチェックするために、バルケットカップもやっていこうかなと思ってるんですけど、あ、危な。
有効さんコース早かったっすねっていう。自分昨日までのスコア見てたんですかね。あの横国で確か20位前半だったかな。ちょっとあんま順位覚えてない。そんくらいの順位取ってましたよね。すごいなっていう。いいセーリングプレイヤーでね、国公立の選手がいい順位取っていくってなったら、それだけでね、いいセーリングの知名度上がりますからね。頑張ってほしいな。男は黙ってフルスピードになるだけ。あ、ちょっと早いな。あ、リコールだ。しょうがないっすね、これは。カツオさんがまたも場を出している。どうだ、いいぞカツオさん。ソースさんもいいっすね。右に振っている。つまり次は左振れ。そこで返すの、まあええけど。あー、ノータックか。うーん、おっ、カツオさん1位じゃないか、これすげえな。3連チャンだ。やりますね。うまいな。ゾーン入ってるんか、もしかして。うん、右振れ間に合わない。おそらくあと3タック必要。まあ、2タックでもいいけどな。あ、ソフさん、それさっき負けたパターンじゃないですか。いや、きついよ。きついよ。うるわ。ここで入れるでしょう。それは通りませんよ、さすがにね。さあ、この右振れの原因で、スピードで原因していく。ほら、ゾーン内タックはさせへんぞ。ゾーン内タック警察ですからね。やっぱケアしてかんといけないっすよ。あのスターボヤクザがね、突っ込んでくるんで、ゾーン外タックをね、しっかりとしてケアしていかないと。総理言っときますか、さすがにね。ほら、左振っている。つまり次は若干右振って、その後左振っていく。さあ、これ返していく。あ、ちょっと早かったかな、もしかしてだけど。早かった、いや、ちょうどよかったかな。ちょうどですね、もしかして。うん。さあ、カツオ徳島さんが若干右に出している。自分より右に位置つけている。この後の振れ次第でワンチャン、なさそうかな、さすがに。次右振れると思うんですよね。よっと、よー、しっかりカバーしてくるね。いいね。まあ、GMS113 に抜かれなかったら別にいっか。さあ、日本人またしてもワンツースリー。じゃ
じゃあソフトさんにブランケットかぶっちゃうのはちょっと申し訳ないから、ちょっとこっちにかぶしとこうか。よっと。さあジャパン1、2、3ですね。オッケー。それブランケットじゃない？大丈夫？うん、だよね。強者のね、つわもののモサの勝ち方してますよ、カツオさん。スタートでバチコリ出して、あとはカバーするだけ。男は黙ってカバーするだけみたいな感じでね。それは今日の配信タイトルね、フルスピードになるだけって、全然フルスピードじゃない。さあ2位、全然勝てねえ。全然勝てねえよ。ちょっと一回トイレしてくるか。悪い気があるかもしれない。お、タデイマやばい。やばい、間に合うか。あ、やばいな。間に合うか。やっちまった。ちょっともうちょっと遅くなるかなと思ったんだけど、ギリギリ致命傷で済みそうだ。ギリギリ致命傷で済みそうですね。よかったよかった。おーおーおおおお、なんだお前ら、なんか全員みんな同じマークで、みんな同じカラーリングじゃねえか、違うか。面白いもんが見れたな。はい、18条ごめんねー。フラン、フラン、あーそれお前突き上げんなボゲー。やっちゃえ、ソフさん、ソフさんやっちゃえ。さあ今回はカツオさんがいなくてソフさんとユキカンさんがいますね。ユキカンさんも結構フル株の方でね、早いですよね。この人かな。届け。これはね負けちゃうんでね。もう左、もう一回左行きたいな。もう一回左行こう。もう一回左行きたいですね。あの、2タック、1タック分ロスできちゃうけど、それ込みでもね、左行った方が原因は大きい気がするけど、どうだ。
これ普段前切れるかな。届け、いったー、オッケー。さあ3位まで上がってこれた。いや2位までいけるか。2位まで浮上。さあ来んのか来んのか来んのか来ない。はい2位。1位はバチコイ取られちゃったな。1位取れねえな。2位とか3位取るのは得意なんですけどね、うん、しかし次のフレーム結構面白そうなんで、ね、ワンチャンあるかもしかしてないかあるかないか。重い重いよ。めっちゃ右振ったんで多分ちょっとここで左一発入ると思います。うぃー、最後左振れなんでね、あの一回右振れ入ったらそこでもう一回タックしていきますか。もしかして入らない、もしかして入らないのかな。入ったー、オッケー。入ったけどめっちゃうらる。あーしっかりカバーしてきますね、さすが。まあここでカバーせんやつはね、ヨットレースを何たるか分かってないですからね、うん、まあしょうがないね。まあ右行ってくれればね、ワンチャンあったね、ワンチャンあったけど、まあしょうがないね。さあ同じレーンで返しだとね、ブランケットかぶっちゃうんで早めのレーンで返してきますか。これ2タックしてでもね、レーン先にレーンライン乗しといた方がいいですね。はい、カバーしてくる。抜かりないね。ちょっと手抜いてもいいんじゃないこれがもっとね、レグの序盤とかだったら、タッキングマッチにね、持ち越してね、こいつに1位取らせるみたいなね。そういった嫌がらせをたまにするんですけど、さすがにこんくらいになってくるとあんま意味ないですね。しっかりとブローに乗っかって落としていく。さあ2位ですね。まああのゴミスタートっていうか、まあスタートしてなかった割には2位ですね。よしよし、もう3時か、早いね。カツワさんいなくなったかな。そうですね、ジャパンランキングが終わっちゃったね。このページでジャパンのランキング見れないらちょっと不便になっちゃったな。カツワさんが 69.9、思ったより伸びてないな。もうちょっと伸びそうだけどな、3連勝取ってから。まだまだこっからっすかね。
なんか画面暗いなと思ったら十分に明るかったですね。目が疲れてんのかな。部屋の明かり消そうかな。明かり消すっていうかカーテン閉めて FPS のプロみたいな感じで真っ暗な部屋でね、画面チカチカでやるみたいな。まあ、そうすることになったね、風の濃淡がめちゃくちゃ分かりやすいので、筆が分かりやすいといったメリットありますね。まあ、間違いなく 目には悪いでしょうけど。風弱くてね、左フレのスタートになってきそうなんで、上側からね、スタートしていきますか。はい、失礼。はい、失礼。嫌がらせをね、していく。もう学校は待ってください。さあ、まあまあなスタート。お、カツオ徳島さんがおる。さあ、これ前切れるか切れないか。これめちゃくちゃ切れそうっすね。オッケー、久しぶりの1位。オッケーオッケー。めっちゃ角ついてる、大丈夫かやばいぞ、この角つきはやばい。しっかりと開口していく。めちゃくちゃ重い。このまま1位になれそうですね。さあ、カツオさんは2位を守りきれそうですね。さあ、1位で開口、しっかりと開口していく。あちいな。カツオさんが早いからな、ワンミスで多分抜かれちゃうんで、しっかりとミスしないように気をつけていかないといけない。これ速タックでいいですかね。カツオさんが左行っているということはもう勝ったかな。
けい、このままフィニッシュしていきそうですね。ふぅ、まあ、いいスタート切っちゃうとね、なんかあんま喋ることなくなっちゃうんですよね。あとはカバーしていくだけなんで。オッケーオッケー、よっと、カツオさんも2位といった形で、なかなかものすごいいいスコアができてきてるんじゃないですかね。1112、ウェルダン、だいぶ人も増えてきましたね。さあ、マッチングしました。だいぶ風が弱い。そんでもって右ブレのスタートになってきそうなんで、まあ、ちょっと難しいスタートになってくるかな、もしかしてだけど。まあ、現在ゴッツ左振っとるんですけど、まあ、ゴッツってことでもないな、まあ、普通に左振っとるんですけど、まあ、この後右振ってくると思うんでね、まあ、そこでしっかり場を出されんように下で待機してね。まあ、下のバウンダリーで待機しとるやつもなんで、そこだけ気をつけていかんとね。さあ、あれリコールしてからいかない、うまいですね。さあ4位か3位での開口になっていきそう。まあ4位かな。ああそこでイン取られる、嫌だね。イン取らないでよそこで。ああそれマークタッチすんの、くー痛いねそのマークタッチは。さっき見逃してくれたじゃん。たまにマークが硬くなるんだよな。うん、あれめっちゃいいスタートしたのに負けてる。コースミスかな。あとゲージ2下がったらタックっすね。あ、紙の船会社返しますか。うん、ない切れない、しっかり通しろ。2位まではまた浮上できそうだけどな、どうでしょうね。
2位じゃダメなんだよな、2位じゃ。オッケー、2位まで上がってこれた。さあ1位はちょっとね離れてるのでちょっと難しいかもしれない。まあ、まだ諦めはしないですけど、まあね、こんだけ離れたね、後ろケアした方がまあいいっていうのもあるんですけどね。まあ、ここまで結構何レースくらいやったの、13レースくらいやってきたんかな。であんまり勝ててないんでね、まあ、問題点は、まあ、はっきりとしててスタートがね弱々なんで、まあ、それを改善していくためにねちょっと対策していかんといかないな。まあちょっと今までの負けパターンとしてはちょっと早めにスタートしすぎてね、まあ、フルスピードで出せなくてバウ出せないっていうね問題、あのレースがめちゃくちゃ多いんでね、次のレースからちょっとね、あのスタート時刻を遅らせてフルスピードで出していけるようなスタートしていきたいですね。はい、頑張っていきましょう。まあ頑張るのは自分なんですけど、さあめっちゃ左振ってる、で次右振ってるからアタックしないといけない。GR6033 もね結構速いっすからね、まあ、しょうがないな。もう3時半か。さあここから打開していきたい。さあ紙マークとね最後の流し込みのマークで2回マークタッチしたら追いつけるが、あーペナルティしない。まあ、そんなこと言ったら自分がペナルティしちゃうんでね、気をつけて。 OK。 さあこのレースも2位ですね。勝てねえよ。さあ強風ですね、次のレースは。強風の方がスタートの駆け引きは面白いんですけど、駆け引きというかスピード感はね、強風になるとやっぱどうしてもね縦との勝負になっちゃうんで気がいるというか楽しくないな。勝てるけど楽しくないっていう強風のジレンマ。
キッズが外で遊んでますね、キャーキャー言って、まあ、日曜の昼下がり夕方なんで元気がよろしいことで。さあスタート、シーケンス入っていきました。スタート自体は真ん中から出していったらええんちゃうかなっていう感じですね。フルスピードで出していったらそれだけで勝てそうな風ではありますけど、27秒、嘘つけ、25秒ぐらいだろ、どうせ。さあこれ1位取れたかな。はい、いいスタート。このまま1位いけそうっすね。7艇しかいない、どういうことだ。誰か入って抜けてんのかな。難しい海面だね。シーナボイルテンさんがめちゃくちゃぶち入れてますけど大丈夫でしょうか。まあ18は取れちゃったかな、自分が取れるはずだったのにみたいな。まあじゃなかったとしたらちょっとあれですけど。さあもうそろそろ左入ってくるんでそこら辺で返していきましょうね。ヘッダーのねブローに入るときは要注意ですね。加速しすぎてタック間に合わずにそのままバウンダーに突っ込んでしまうみたいな、そんなペナルティってことがたまにあるんで、気持ちちょっと早めに返してあげるってのも大事ですかね。風が弱いな。やっとしっかりとマークタッチしないように返していく。あった、2位のブリワーンさんがマークタッチしてますね。さああとは消化試合ですね。ああ最後まで気を抜かずにしっかりとやっていかないといけない。開口直前にねゴッツ振った時はね逆のマーク待った方がいいですね。
どうせ触れ戻るんで、そういう触れ方してるときは、うん、まあ、こんな感じでね、まあ、これで逆のマークマーで即タックしてたらもう本当にただロスしてるだけになっちゃうんでね、まあ、F とかね、ナクラとかだけの特有の現象なんですけども、そういうところに気をつけて いかないといけないですね。逆にそれだけしてるだけでね、同ポテンシャルの船とかいっぱいいるときは勝てちゃうんで、おすすめですね。いい天気だから眠くなってきたな。マークタッチしないようにしっかりと開口していく。OK、 1位フィニッシュ。3回目ぐらいの1位フィニッシュですね、今回の配信。全然1位取れてない。はい、マッチングしました。さあ今回先ほどとまでと打って変わって風があるスタートになっていきそうですね。ちょっとね、スピードが管理できてなかったな。みんなライン揃ってるけどね、いい感じスタートしてますね、みんな。ああもう重いってよ、めちゃくちゃ重かったよ今。いや最悪。
ちょっとクソみたいに開口しちゃったな。右振り来るけど左振り来るな。めちゃくちゃ重いな。ちょっとめっちゃ重くなってきたら、配信ここまでにしよっかな。このレースで終わりにします。スマホって Wi-Fi かな、スマホかな、まあどっちかが限界なんで。さあ最後に順位を一つ上げてフィニッシュ。ソーリー。さあご視聴の方ありがとうございました。まあ、スコアの方はね、今回の配信では上げることができませんでしたね。じゃあまた今日の夕方夜かな、マルクネットの配信で、明日もねチームレースの配信するんで、よかったら見ていってください。